今おじやが抱える問題点は何かということでございます。私自身は先ほど紹介の中でも申し上げたように、農家をやっております。実際の話、今年に入りまして、母を亡くしました。まあ、この4年間の中で父を亡くし母を亡くしたということなんですが、まず第一に挙げたいのは、まず産業について、それから2番目に環境問題、3番目に発信力の不足ということでお話を申し上げたいというふうに思います。まず問題点として産業について申し上げたいというふうに思います。先ほど申し上げたように、第一産業、私自身も大事な産業だというふうに思っております。まあ、産業を考えてみたときに、第一産業はもちろんなんですが、第二次、第三次にも目を向けていかなくちゃいけないというふうには思っております。ただその中でやはり強調したいことは、第一産業のなが一番やはり人間が生きていく中で食料を生産していく、生命の源になっていくということでございます。私はそういう点で、うちの耕している田んぼを見た時に、ここをどうしていくかということがやはり一番問題なんじゃないかなというふうに思います。次に移ります。産業ということになりますと、やはり皆さんの焦点としては中心街、商店の活性化に向かっていくのではないでしょうか。ご存知のように厚生連小千谷総合病院が平成28年に開院します。まあ、その時に今度旧小千谷病院の跡地をどうするか、この問題についても大きな問題だというふうに思っております。まあ、それにもまして、中心市街地、いわゆる高速道路から降りて、本町を通って旭橋を通って小千谷駅行く、やはり私はこれは幹線じゃないかと、小千谷のベルト地帯なんじゃないかというふうに思っております。その中で、どうしていくか、これがやっぱり一番大きな鍵になってくるでしょう。やはり市民の英知を結集しながら私は取り組んでいきたいというふうに思っております。また、交流人口の拡大ということを目指したときに、やはり大事なのはホテルの存在だと思います。私は観光業界に働きかけながら、やはりこの問題にも目を向けていきたいというふうに思っております。まあ、環境問題、それから発信力の不足ということもありますが、やはりその辺の英知を結集しながら取り組んで、少しずつでも市民の皆さんの生活が豊かになるような、そんな感じなおじやを目指していきたいと思います。よろしくお願いします。